皆さんこんにちは。知のための認知症予防動画です。今回はひらがな計算です。すべてひらがなで、数字と足し算と引き算が書かれていますので計算をしてください。脳を活性化させるためになるべく暗算で計算してみてください。全部で5問あります。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。7足す2足す4。答え合わせです。7足す2足す4ですので、答えは13となります。2問目です。5-3足す6。答え合わせです。5-3足す6ですので、答えは8となります。3問目です。2足す5足す3引く6。答え合わせです。2足す5足す3引く6ですので、答えは4となります。4問目です。5-3足す8引く2。答え合わせです。5-3足す8引く2ですので、答えは8となります。最終問題です。最後は少し難しいですよ。3足す9引く7引く2足す5。答え合わせです。3足す9
引く7引く2足す5ですので、答えは8となります。いかがでしたか？今回の問題は脳のワーキングメモリという作業記憶を鍛える効果があります。知の種では脳を活性化する動画を公開していますので、他の動画も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。知の種のチャンネル登録もお願いします。